はい、では前回の続きからそのまま撮ってます。はい、この卵ちょっと調べてみたいと思います。はい、てんてんてん、アマラの手のものでもなんかカタカナとひらがながややこしいな。アマラの手のものでもないものがなぜ、はい、なんかまた変なのか、何これは頭の中に話しかけてきているのか。うん、そうだ、そうなんだ、そうか、向こうはなんか悟ったみたいで、ああなんだこれ、黒く、あ違う、くか、あの、マリウ女か、メテスのこと、うん、なんか風の竜みたいな、バカな人間たちめ、うん、読みにくいに、もう、読みにくいマックスだ。自らを飼育しているものの存在に気づかぬか。はい。なんか、騙されてきたんだよ、お前たち、みたいな感じか。なんだこいつは。あ、異界ラングノエル。なんだっけ、なんとかの悪魔の一人、うん、あ、やばい。全然回復してない。いやー。普通に攻撃しちゃすればいいのか。まあいいや。相手の属性がわからない。セイントブラストでいいか。セイントブラスト、ちょっと、あ、なんだ。パソコンから音楽。ゾハールは、魔法が使えないんだよ。ってことは、ファイアブレスで攻めよう。攻撃ってのはね、はい、青、うん、まあまあ強い。あ、2回連続きついな。あ、弱っ。ローザは普通に攻撃し、あれゼロかよ。ってことはなんかあれだな、スキルに耐性があるかなんかだな。ってなってくると厳しいな。ホワイトウィンドウ、ファイアブレス、うん、ファイアブレスが一番効いたかな、うん、レナの攻撃も効いたか。あ、まあ今の一撃死じゃない、今魔法効かなかったよね。それも聞かないとなると、ローザをどうすればいいんだろうかって話になるが、前回なんか、手裏剣を投げた気がする。手裏剣あるか？手裏剣。4つある。風魔手裏剣。使っちゃえ。リワルがもうチートだな。で、攻撃。いけ。ああ、おし。まあ、向こうの攻撃があんまり強くないんで、なんとかなってる感じ。うん、よし。42。エクスカリバーを装備しているのに42。攻撃。こう、ああ、ホワイトウィンドウ。あ、しなくていいか。普通に攻撃して。攻撃。ファイアブレス攻撃、ファイアブレス芸人みたいな。 OK、 あ、あぶね、あ、ゼロだ。ダメだ、もうゾファールのブレス攻撃じゃないともう物語が進められない。ファイアブレス、これで、あお、結構 HP あるな。痛い。コメットきついな。あお、ミスるっていうね。だがもう勝ち確じゃないか。死ね。あお、痛い。
あ、HP が足りないって出たってことは、そんなに HP 高くないことは次で。あ、やはりレナが美味しいところは持っていったな。レナ19、魔法を覚えた。ムーンストーン手に入れた。よっしゃ。ムーンストーンってなんだっけ、うん、愚かなり、うん。貴様ら、ここから先はヨヨの国。ヨヨっていうのもなんか、悪魔でいたっけ、うん、歴史の真実に直面するぞ。ほ、あ、またこのククが。あとはシェムハザに任せるとしよう。このシェムハザっていうのもなんかあくまでいた気がする、うん、なんだったんだ。ゾハルがなんか右の方を向きながら言ってます。あの生き物それにって。あ、なんか住みゃいいの、うん、あお、なんかいろいろフラグを立ててたと思うけど、なんか結構弱かったが、ここはどこに通じているんだろう。っていうか、あの、なんか瞳を探しに来たんだけど、それはどこにあるのか、はい、全然説明がなく、なんかお前たちはなんか強いられてるんだじゃなくて、なんかこう騙されてるんだみたいなことを言われて、なんか進んでる感じが。うわぁ、なんだこれ。てい、あ、何事もなく普通に移動しただけだった。ここでいいのか。お、ウォウ、なんか宇宙に出ましたけど、なんか、あ、左にいるのってなんかピエロで、どっか似たやつやなかったっけ。何って、いわゆるこれは、レナ、宇宙、うん、そうだね。なんか、銀河があるよ、下に。こんなことが。はい。りょうさん、とりあえず話を聞いていきましょう。はい。こいつだよね。なんか、うん、ロストールにもいたよね。なんか、緑色のやつが。あ、青いピエロ。青いピエロは珍しい。人間なんて数百年ぶりだよ。え？青いピエロ、ここはね、夢の国なのさ。アマラ様の召喚されたヨヨのね。アマラが召喚したの、ヨヨって。言ってる意味がわからないわ。俺もわからない。あ、なんか同じようなのが、白いのがいる。ここはどこだ？宇宙だ、みたいな。宇宙だね、本当に。わお。セーブポイントがあるが。あ？なんか黄色のおじさんがいる。金髪のおじさんがいる。なんかどういう設定なんだろうか。とりあえずみんなに話聞いていけないか、うん、敵は出なさそう。あ、おお、この赤いやつもいる。赤いピエロ、君たち、我々によく似たココスというものを知らないか。このココスっていうのがロストールに似たやつかな。ココスを知らないか。うん。知らない。うん。知ってる。知ってるけど知らない。リワル。そうか、リワルはなんか同僚みたいな感じなの。緑色をしたものなら知ってはいますが、赤いピエロ、やはり。あいつはなんだよ。あいつはの後がない。どんどん進んでいけよ。はい。で、こいつにも、こいつはなんだ、白いピエロ。白いピエロ、僕たちはね、願いを叶える力があるんだよ。人間じゃないの。良くも悪くもね。って。どういうことだ？ん？マリオ RPG のジーノみたいな感じ。あ、話しかけて大丈夫かな？戦闘になんねえか。後ろ宇宙だけど。BGM が止まりました。BGM がちょっと小さいかもしれない。ちょっと上げます。わお、反響するわ。すいません。これが限度みたいでした。男、よくぞ参られた。はい。歓迎いたしますよ。どういう存在？ローザ、あ、って。はい。
私たちは色悪の瞳を探す。そうだよね、そうだよね。なんか目的を忘れてたけど、そう、その色悪の瞳で、なんか、やりたかった。ここは一体、なんと、アマラ様の力を得ずにここへ。なんかアマラの力、云々って言ってたのは人のことだったな。なるほど、ココスのやつの仕業か。緑色のやつの。ゾハル、最初から説明してくれって、左を見ながら言ってます。もう宇宙綺麗だなって思いながら、最初から説明してくれみたいな。ここは一体どこで何なのか。何なんだろう。それからあんたたちのことも。あ、BGM が始まった。長くなりますが、よろしいか。ダメっていう。ああ、こう選択しなかった。はい。私の名はフェネロ。1000年前のはるか昔、アンサンクルスという国にいた科学者なんです。はい。おお、1000年前から生きてるの。1000年前、びっくり。そしてここはアマナ様が召喚なされ、あ、なされた8の悪魔の1匹、ヨヨの見ている夢の中なのです。なんだって。これ夢の中だったみたいです。宇宙っぽかったけど、夢の中だった。悪魔が見ている夢の中だ。なんだと？アマラといえば、魔王ウルグの妻だった。魔王ウルグの妻の？そういう関係性だったんだ。フェネロ、大魔王。なんてことだ。現世では、ウルグ様はそのような扱いに。ああ。なんか、実は違うみたいな。おのれ、せよ、ネメア、ネメアめって。ネメアって、なんか、出てきた、あれじゃないの？いい人っぽかったけど、違うの。あ、レナがびっくり、あってな、みたいな。このレナを助けてくれたみたいなことだっけ？なんか、剣を引き抜くところでいたような気がする、ネメアさんが。フェネロ。ウルグ様は、その昔、アンサンクルスにおいて発達しすぎた文明に警鐘を鳴らし、魔王ネメアと共に悪政を行う王を討とうとしたのです。しかしネメアは、魔法に長けていたウルグ様を反逆者として国王に告発し、ウルグ様とアマナ様は命を。じゃああれじゃん、ネミアさんはすごい悪い人になって、悪い人フラグがビンビンなんですけど、ローザ、そんな、リオは伝えられている歴史とまるで違いますね。そっちの静止の方がよくわからないけどね。静止の方。その後、ウルグ様を倒した聖王として、ネミアは英雄となりましたが、その力を恐れた王に処刑された。ああ、それがオープニングだったよね。なんか、ピラミッドの上のところで、処刑されたんだっけ？子供を殺されたみたいなのがあったね。と聞いています。アゾハル、にわかには信じられん。が、そうだとすれば、アマラはなぜ8の悪魔を、ああ、そうだよ。なんか、召喚したって言ってたよね。フェネロ、それは娘のマリアベル様を守るため。ああ、ウルグと、あれの子供？彼女を夢の世界、かの、彼女を夢の世界をっておかしいだよね。彼女を守るために、みたいなこと？世界を作り出すことのできる、ヨヨの世界に封じたのです。ヨヨが夢を見て、その世界に娘を、みたいな。殺されちゃうから。ローザ、ということは、そのマリアベルはここにいるのね。ここは夢の中だからいるのは。男、そうです。そして、あなた方が探している人にもそこにあるのです。
一緒にいることってこと？よくわかんない。マリアベル様は夢の中のウルグ様の館におられますが、夢の中のウルグ様の館。ややこしくなってきた。夢の中にウルグ様の館があるの。館ごと移転みたいなこと。ここの夢とまた世界が隔たれています。ああ、もう何でもありじゃないな。どうすんだ。クソ。ゾハルがクソ。ややこしいことになったが、ではどうやってそこに？男、ウルグ様の館に行くには、ヨヨの夢を覚ますしかありません。デュアル、ということはヨヨを倒せばいいのですね。長えな。いえ、ヨヨは世界を想像できるほど強いです。夢を覚まさせるだけなら、もっと良い方法が、はい。倒すんじゃないのかな、ヨヨ。あ、大変だーって、どうした？私もなんか読むのが大変だ。あ、なんか緊迫感のある BGM。白いピエロ、フェネロ様。地上っていうのは今までいた世界のこと。なんだろう。地上が消えた。いや、これはまさか。皆さん。あ、なんか、うわぁ、なんか、うわわ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 わ、ぐわぁ、あ、どうした、フェネロさんが、なんか、緑色、うわぁ、フォ？なんだ、夢から覚めたみたいなこと？ローザ、いたたたた、ん？ん？ローザ、このお城は、てんてん、ウルグの館か。いや、なんとなく雰囲気が、はい。とりあえず入ってみましょう。はい。動けるようにはなりましたが、なんだこわ。空中に浮いてるんですけど。なんか飛ばされたってことかな。はい。わお。なんか BGM の調子があんまり良くないな、今日。というわけで、あ、でもまだちょっと進めようか。中に入ると、なんかもう完全に敵みたいな。どうしようかな。これ、そうか。ここでなんか準備をして、こう攻略していけみたいな。そうか。これはなんだろう。ピーガガガカカ。これでいろいろ買って、攻略していけみたいなことか。これがなんか多分ダンジョンとしては長いのかな、という感じで今回のパートはここまでということで、まあそろそろですね、この RPG スクール3での、実況が終わるのではないかと思いますので、ラストスパートっていうか、あ、そろそろあれか、エンディングかにご期待されながらお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。